はい、こんにちは、アンジェリカです。今日はまたみんなからの質問に答えていこうと思います。さあ、今ね、ちょうどそうインスタグラムで質問を聞きました。ね、掃除機かけたりとかすることがある。だからなんかでもそう、掃除とか結構苦手だったんだけど、洗濯とかもめんどくさいなとか思ってたんだけど、今はむしろなんかすっごい楽しい、それが。なんか綺麗になっていく、なんかゴミが吸い取られてる瞬間とかが超なんか快感。でもほら、前にさ、パンケーキあげたじゃん、朝ごはんで。あれとかいいんじゃない？グルテンフリーだし、簡単に作れるし。卵代わりにするものって何でしたっけ？あれ、なんだっけ？フラックスシード。フラックスシード。を粉々にして、粉々のやつ買っちゃった方がいいね、早く先に。自分でミキサーでやると結構大変だから。ぜひ見てみてください。見てみてください。あ、全くしてないですね。ご飯だけはうち保温機能がついてなくて、そう、バーミキュラのやつだよね。そう、保温機能がついてないから、ご飯だけは、いっぱい掘るとご飯たくさん炊いた方が美味しいから、たくさん炊いてそれは冷凍にするけど、他はしないね、基本は。はい。やばい、こういう感じだよね、やっぱり。そう、なんだろうね、これね、いよいよね、なんか癖、多分こうやってやるのが。数えられてましたよね、インスタライブで。インスタね、いつも数えられてる。今回髪の毛何回抜けたみたいな。そう、やばい、本当だよね。理由は特にない、多分癖、こうやるのが。そう、顔寄せ、いや、待って、動かした方がいいんじゃない、たくさん。なんかこうさ、あるじゃん、こう上上げて喋ろう、こうやってやったりとかがいいんじゃない。あとやっぱりさ、ちょっとこう、みんなさ、スマホとかでさ、こうなるからさ、姿勢がなるべくこういう風に生活するとか、意識していかないと多分こっちについていっちゃうよね、きっと。いや、ないけど、別に嫌がるなら飲ませなくていいと思う、別に。だって離乳食でたくさん栄養が取れるなら、そう、取れるなら別にいいんじゃない。してない、してない。だってほら、トイトレ始めようと思ったらさ、出産になっちゃったからしてなかったんだけど、最近自分で言ってくるよ、シシ出るとか、プープしたいとか。する前に言ってくれるようになったんだけど、やっぱトイレでするっていうのがまだちょっと本人的には怖いみたいで。怖いな。そう、なんかちょっとこう、まだわかんないみたいで。でもすごい言うよ、ちゃんとこうやってもじもじしながら、シシシシとか言って。だからそろそろかなと思う、てか勝手になんか早く取れちゃうのかなと思ってます。全然違うから、本当にやってみてほしい。ハマるよ、本当に。サラサラすぎて。ベスト体重、今ね、私が176センチの大体56キロなんだけど、自分的には54か5がいいなって感じ。大変だと思うことないんだよ、それが。実は特にないな。まあ、ほらさ、今下の子がさ、まだほらお風呂がさ、お座りができないからさ、ちゃんと支えてあげなきゃいけないから、ほら一緒に3人で入れないじゃない。それはなんかちょっとほら、順番子でさ、2人入れなきゃいけないのがちょっとこうね、夜バタバタしてる時とか大変だなと思ったりするけど、まあ言ってもね、ものの5分で終わっちゃうから別にって感じだけどね。幸せだなと思うことは常にだけどな。でも寝顔見てる時とか、2人の、確かに寝てる顔見ると可愛いなって思っちゃう。イライラした後はもう一旦分析する、分析を始めます。イライラした自分に対して、そう、やっぱりさ、イライラしてる全ての原因も自分だからさ、そう、一回こう分析を始めると、いつの間にか冷静になってて、深呼吸して分析って感じ。トイレットペーパーありますよ、さすがに。トイレットペーパーがあるから、トイレットペーパーでお鼻チーンとかもするし、自分の。でも王子とかは基本ガーゼだから、あとはもうお尻拭きでピッてやっちゃったりとか。ちなみにトイレットペーパーはシングル派ですか、ダブル派ですか。ダブルですね。でも渋谷のプレイグラウンドっていうところがあるんだけど、そんなに広くないんだけど、
アクティビティはすっごいいっぱいあって充実してんので、なんかやっぱさそういうとこってさ広いからさママもさ行ったらさついていかなきゃいけないじゃん。でもプレイグラウンドは結構1個のところでママが待ってても全部見渡せるからすごいよ。だからママ友はママ友で喋って子供たち遊ばせてっていうのができるんだけど、王子の方の YouTube で明日あげるんだけどさ、多分もうこれが流れた時に上がってると思うんだけど、ぜひそこ見てみて、すごいねいいよ。でもなんかやっぱ温泉とか行きたいな、どっか。はい。ね、もう普通に箱根とかでいいから、温泉行って、まったりしたい。海外か、ハワイかな？大好きだし。本当に言うことを聞かないときは、もう黙って、その場からいなくなります。もう見てても、ほら怒りたくなるだけだし、怒ったら余計やるし、ダメって言うとさ、泣くし、だったらもういいやってなって私は違う部屋に移動します、うん。でもそんなのさ、成長なんて人それぞれじゃない？だって大人だってみんなそうじゃん。そんなの気にする必要ないし、不安になることもないし、もうママとその子が幸せならもう何でもいいと思います。全然心がけてませんグルテンフリーは。なんか、いや別にもちろん、例えばじゃあレストランに行きました、グルテンフリーとグルテンフリーじゃない選択肢があるならグルテンフリーにするんだけど、正直さ、子供が食べたいものとかそういうのとかってグルテンが入ってたりするものが多くて、子供が食べるのならママも一緒に食べるし、だからって感じかな。だから王子にさ朝パンあげてるんだけど、もちろん米粉のパンもあげるし普通のパンもあげるんだけど、その普通のパンとかも王子が余ったら私も食べちゃうし、ただ自分用に丸々1枚焼いて食べるってことはしないかな。ただ王子が残したのはちょこっと食べるぐらいだから。でも本当に別に気にしてない、そんなに。いや見てたのね、私のインスタグラム。ね、嬉しい。でもやっぱりね、すっごい保湿を大切に してることと、あとはやっぱ昔以上にすごい丁寧になったかな。昔はなんか例えば化粧水塗ったらもうクリーム塗って終わりとかしてたんだけど、ちゃんとこうなんだろう、美容オイル塗ったりとかもそうだし、セラム塗ったりとか、なんか順番がちゃんと順序っていうか、その塗るものが増えたかな、一個ずつ。あと日焼け止めもすっごい塗るようになったし、ちゃんと昔に比べて。あとはやっぱりノーファンデの時期が多いかも、昔に比べたら。なんか私はむしろ昔よりも今の方がどんどんお肌が綺麗になってるかな。王子のルーティーンが見たいの。そんなのいいんですか、王子のルーティーンなんて見せた日にはもう皆さん怪獣っぷりがすごいことになって、多分ファンが減るかもしれないでもじゃあ王子の方の YouTube でやりたいね。そうですね、王子の一日やりたいです。あー飲ませるよ、あのグミのサプリメントとか。そう、なんか前はねグミのビタミン&ミネラルっていうのを食べさせてたんだけど、オーガニックの、まあ、それも今度また買って紹介するね。これは DHA のなんかやつ。これはねエキナセアって言って、なんだろう、例えばインフルエンザが流行ってる時とか予防、風邪の予防に効くやつで、なんかちょっとこのまま王子に風邪ひいていそうだなと思う時はこれをジュースに混ぜて飲ませたりとかする。これは大人にもいいやつ。これは一応子供用になってるけどね。あとこれは全然普通のシロップなんだけど、あの咳が出た時のなんか蜂蜜シロップみたいなのとか、こういうのとかも全部あそこで買ってる。私はアイハーブかナチュラルカートっていうところで買ってます。自分に自信を持つためには自分を好きになることじゃないですかね。やっぱり自信がないとね、自信がない人は大体自分のこと好きじゃないから、大好きになりましょう自分を。はい。私もあれ YouTube 見て作ったんだよ。すっごい簡単。言うね、今から。米粉 90g、ココアパウダー 15g を最初にふるいにふるいます。ふるいにふるいます合ってるよね、ふるいにふるいます。で、まあそれ置いといて、卵、私は黒砂糖使ったんだけど、卵2つに黒砂糖 90g。で泡立てます。でこれはもう結構超大変だったけど、バーッと泡立て、結構立つぐらいまで泡立ててふわふわになるまで
メレンゲを作ってるみたいな感じですね。はい。でもグラニュー糖じゃなくて、私はあの黒砂糖で作ったんだけど、でその中にさっきふるったお粉を入れます。でその後に生クリーム 100ml、 生クリームを立てて、でこれ硬すぎると良くないらしくて、あんまり硬すぎないようにして、それを また混ぜるそしたらそのまま型に入れて流すだけ。型に入れるのが、そう型入れて、あとは180度のオーブンで35分焼いたら出来上がり。でその後あのチョコ、あのビターチョコみたいなのでちょっとテンパリングして、上からくるみとあのココナッツのフレークみたいなのかけたら終わりですよ。めっちゃ簡単で超美味しい。あーでもほら、前いつも紹介してる朝飲むココナッツ小松菜のスムージーはいつも飲んでるかな、まあ、小松菜にしたりケールにしたりとかだけど、一番心がけてることやっぱりこの負け目じゃない、まあ、じゃない、 いやそれしかないですよ、それしかないでしょ。なんだろう、でもやっぱいっぱい鏡見るかな、たくさん鏡見るようにしてる。体型が分かったりもするし、なんかこうね、少しでもこう自分にとって刺激になるじゃん、自分のボロボロの姿って、こうじゃ、これじゃダメだってなるから、なんかいい意味でこう焦りをもらえるから、いろんなところに鏡を置いて鏡いつもチェックしてって感じ。だから家の中にいる時もさ、やっぱりボロボロでいるとさ、なんか結構なんか落ちてこない。だから何もなくても髪の毛巻いたりとかするし、家の中でも化粧はあんまりしないけどね。おすすめのハーブティーか、私はでもヨギティー好きなんだよね。やっぱりヨギティーの、レモンジンジャーとか好きかな結構。あ、かき揚げヘアの作り方教えてくださいだって。あ、今日巻く前に撮ればよかったね、今度撮ろうよ。教える10-0の、でもあの今教えちゃっていいじゃん、10-0の秘訣を。じゃあ10-0の秘訣はまず、私はここから下のね、中の方を内巻きにしてます。内巻きね、内で巻きます、縦で。でその後この辺だから、要は分かりやすく言うと中を内巻き、上は外巻きなんだよね。でその後に普通にさ、こうやって巻くじゃん、縦にじゃなくて、表面は横巻きって言って、こうやって持ったらこっちに巻いていくの、こうやって。で離していくと、でそれをね、ちょっと少なく取っていくんだよ、少しずつ中の方からとかも。だから内巻き、外巻き、横巻きを混ぜて作っていると、こういう感じで、こういう感じということで、はい、皆さん今日は質問たくさん送ってくれてありがとうございました。また何かあったらコメントに書いてください。じゃあね、バイバーイ。